4月2日ウエスタンオリックス戦で先発した玉村選手は6回を投げて2失点、課題としていた立ち上がりでうまくいかず、自身の悪送球も絡み2失点するも、2回以降は緩急をうまく使い上々の内容。玉村選手は立ち上がりの悪さを改善できていないことを反省しつつも、2回以降はよく組み立てられたと少し納得した様子。初回先頭に2塁打を打たれてから一気に攻められた日の初回の難しさじゃな。高監督も2回以降は緩急も使えることないピッチングだった、1軍で先発するチャンスは来ると話していたよ。玉村選手は登板前の準備の仕方とか工夫したいとも話していたし、次回の登板は立ち上がりに注目したいね。そして7回から登板したケムナ選手、右肘の手術を感じさせない球威が戻っていたよ。150キロ前後の直球にこの日はカーブが多い印象だったんだけど、2イニングを投げて被安打0、あの球威でゾーンに投げられれば勝負できると高監督もうなる仕上がりを見せてくれてた。やや制球が乱れていて、そこは課題としつつも、イニングまたぎもこなせるケムナ選手の出番は近いかもしれないね。ということで、1軍に近いレベルで好投してくれた2人のお話でした。